荷物が届きました。開けてみたいと思います。じゃじゃん、ここ工房鈴から来ましたよ。すごいね、冷蔵でちょっと、うわー、餅豚おいしそう。すごい、フルタイムさんへって、これもあるし、うわ、フルタイムさんもいっぱい、よかったね、フルタイムさんすごい、たくさん、あ、じゃあ連絡しないとだ。おー、これ見て、すごい、あれができる、あれが、ソースカツ丼がまたできる。うわー、これおいしそう、みんな寄ってきた、みんな寄ってきた、これはおいしいから寄ってきた。おー、これはよ、これはすごいぞ、これは。あー、ラルちゃん、ちょっと、ラルちゃん、ラルちゃんが大変。え、これ見て、これ、うわー、これすごい、これすごい、これすごい、ありがとうございます。うわー、みんな寄ってきた、ありがとう。じゃあ古田さんに連絡します。ありがとうございます、ケイハさん、ケイハさん、ありがとう、みんな寄ってきたよすごいよ、もうテンション上がってる、みんな、ケイハさん、すごいよ、ごちそうさまです。ほんとタイピー大喜びだ、これありがとう、ありがとうございます、本当にありがとう、ありがとうございます。いっぱいね、あれもシュトーレンも、シュートレン、シュトーレンいただいてるのに、本当に感謝いたします。何、オギ怒ったの、クランちゃんに怒ったの、かわいちょ、ウランちゃんかわいちょ、おおお、閉めとこ、さあ、美味しい、お肉が食べれる、ジンちゃんがなんか言ってる、おぎんが、ケイハさんからいただいた立派なあの三枚肉、三枚肉ね、ほら、こんな、こんな、もうすごいんだから、太い、これを煮てみます。あの下ごしらえ、一応ね、下ごしらえだけど、このスープも飲めるし、このスープの中に本当は泡盛り入れるんですけど、なかったんで普通の焼酎入れました。生姜の皮も入ってますね。じゃあこれで茹でてみます。こちらも来ました、ケイハさんからラルちゃんが来るまた来たんですよ、ありがとうございます。開けますよ、ね、すごい、なにこれ、おー、あら、ねー、これなんと、ケイハさんはワイハに行ったそうです。すごい、このドルが強くて円が弱いこの時期に、すごいねテコカフェの皆さんの中でお二人ワイハに行かれましたね。ちょっと楽しい、ハワイだって、ほらビーフジャーギーでしょ、すごい懐かしい、食べてない最近全然、もうこれは、あら、グミじゃん、
ソフトスイーツ。ウォーターメロン。ウォーターメロン。おお、楽しみ。あとこれなんだろう。すごい、ちょっと開けてみたい。開けてみますね。これなんだろう。ちょっと待って、これの、ザ・ボディーソープ。ボディーソープだって。なんかいい匂い。なんかハワイの匂いがする。ボディーソープ。ちょっとこういう、アロマオイルみたいな。ザ・ボディーショップ？マンゴーだって。ザ・ボディーショップ。ボディーソープじゃなかった。ごめんなさい。ボディーショップのジェル。シャワージェルだって。へぇ。やっぱボディーソープだ。マンゴー。ストロベリー。ピンクグレープフルーツ。へぇ。なんか楽しい。お風呂が楽しそうだよ。わぁ、素敵。ありがとうございます。じゃあ、これは？これ、かわいい。耳飾り。耳飾り？じゃない。何言ってんの？違う。これ、かわいい。髪に飾るやつ。あー、すごい。じゃあ、これはもう、ライブ配信で使える。ありがとうございます。そして、これ。これは？かわいい。あ、磁石？磁石がついてて、ね。壁掛け変わってる。ほら、タイピーが食べたじゃん。言わんとこで海の。それを、なんか、ケイハさん思い出して、送ってくださったみたい。ケイハさん素敵。ありがとうございます。これは、ショールかな？ポンちゃんまで聞いたよ。これ、ほら、ちょっと待って、ラミちゃん、いいですか？スイカ狙ってる肉とか。ほら、ショールだ。ほら、素敵。これちょっと、シンプルなお洋服に、黒とか白とか、こういうブルーとか、ピンクとか。単色に、さらっと触るとね、素敵だよ。わあ、ありがとうございます。これもついてて素敵。ありがとう。ケイハさん、ありがとうございます。感謝です。じゃあ、楽しませていただきます。ハワイ行っても、ねえ、デコカフェのこと、思い出してくださって、本当にありがとうございます。ケイハさん、ありがとう。